はい、続きまして酒井養魚場さんの紅白2歳、こちらはオスですかね。はい、はい、そうと思います。サイズの方が39センチです。お願いします。はい、広島の酒井さんの紅白です。おそらくまあオスだと思いますので、オスと書かさせていただきます。こちらの鯉はですね、ずっと、昨年から締めてですね、飼っておりました。ジャンボ搭載で仕入れて、まあオスだろうということで、ずっと5トンの池で飼育していました。その頃からですね、まあこの顔、四角い顔ですね、おたふく顔、この顔がいいですね。そしてまず模様、そして紅の赤さですね、肌の良さ、これはまあコンテンツを通用するんじゃないかと思いまして、ずっと今まで5トンの池でですね、大きくしないように飼っておりました。現在39センチ、ちょうど、東京に向けて、40部しっかり仕上げて今飼っております。この鯉の特徴はですね、やはりこの入り、そして目、頬にかからないこのバランスのいい入り、そして三段模様、三段模様でもですね、ここの紅、ここの紅、後半のここにも紅があります。この2つがあることによってですね、非常によく見えますね。この2つがないとちょっとつまらないかもしれないんですけども、こことここにワンクッションありますので、非常に、よく見えます。はい、じゃあ寄りましょうか。いいですか。紅がこう真っ赤という感じじゃなくて、光沢のある感じがいいですね。そうですね、はい、よく目立ってくれると思います。はい、はい、顔ですね、綺麗な艶のある声です。ほっぺた、目かかっておりません。綺麗な顔してますね。はい、サイドです。はい、サイド、はい、お腹の方ですね。残り1ヶ月を切っておりますので、今からですね、しっかりと餌を与え、さらにふっくらさせてですね、持っていきたいなと思っております。こういう四角い顔の鯉はですね、まあ、餌を切ってもですね、あまり痩せないのが、これがまた特徴だと思います。はい、あと1ヶ月こうもう一仕上げして、そうですね、できれば40部でという感じの声ですね。そうですね、はい、これは本当にライブ用に撮っておきましたね。これは売り出し等に一切使ってない声です。はい、じゃあ成田予言にお越しいただいてた方にも見てない声です、はい、そういうことになります。はい、いかがでしょうか。こちら酒井養魚場さんの紅白2歳、オスでサイズの方が39センチ、ぜひよろしくお願いします。